えー、ニュース番組でデーブ・スペクターがコメントの最後に言う寒いジョークを同じアメリカ人としてどう思う, <laughs> うデーブさん大好きだから外国人が外国の冗談を言うってだいぶハードル高いから僕は昔からこの人すげえなっていう能力値の高さとして見ちゃってるんですよねお。日本語を学ぶ外国人はみんなダジャレ好きっていう段階を通るんですよ。そういう時期があるんですよね。成長、うん 家庭の中では必ず通る門があるんですよね。はいはい、で、デイブさんはその危機にずっとはまってるんですけど、でもレベル高いものは結構高いんですよね。えで、<僕は S 2> あのんさんす、ねあ、僕はもう特に。<笑><笑>でもダジャレ好きですよ。思いついた謎かけ、言っていいですか。いきますよ。えー、九州料理と書きまして、アントニオ猪木さんと解く。 その心は、あご<州>だし。あごだしが九州の料理で使われるっていうのが結構マニアックなネタなんで、一般的には多分、九州料理、あごだしはちょっと難しいかなと思いました <laughs> あ。だから言ったでしょ、料理番組で思いついたんです。<laughs> あそうですねちなみにその番組スタッフでは大ウケですから。<laughs> 一般向けじゃないかもしれないですよ <laughs> おめでとうございます <laughs> でもデイムさんは寒いと思いながらも分かりながらも勇気を持ってることを皆さん評価しましょう確かにそうですよね、うん、だからあの滑っても何も動じないというか変わらないというか,うか受けたくてやってんのかももう分かんないんですよねあの芸風を確立させてるんですよちなみに僕はあの、うん、芸能界デビューした頃に何人かの あの外国人タレントさんがいたんですけど、うん、まだ多く出てるわけデイブさんぐらいですよ。ああ、そっか。本当にすごいです。確かにサンコンさんとかウィッキーさんとかいなくなりますもんね。はい。確かに減ってきますよね。あれななんでですか。違う仕事に専念しようと思った判断かもしれないし。でもみんななんか時期を過ぎるとだんだん減ってきますもんね。そう、気をつけないと。 先輩のデイブスペクターさんに従ってダジャレ言い続ければ大丈夫なんじゃないですか <laughs> デイブさんの生き方です僕の生き方ではない、はい <laughs>